7人のショット王、最強は誰だ。どんなコーナーなんですか。日本のトッププロたちが8つの難題に挑戦して最強のショット王を決めるというビリヤードファンにはもちろん、ビリヤードがわからない人にも見ただけでプロの凄さが分かってしまうコーナーなんです。なんかすごい、すごいですね。だいぶすごいですよ、ね、っていうか100万円もらえるんだったら僕もちょっとやりたいですよ。じゃあ参加費100万円よろしくお願いします。いやいやいや、じゃあ意味ないです。いやけどね、プロたちが、トッププロたちが挑戦してもなかなかね、できない、それぐらい難しいんですよ。さんは今回解説で頑張ってください。あ、じゃあ解説で頑張ります、はい、さあ続いての挑戦者はゆやまプロでございます。自信のほどはいかがでしょうか。まあ余裕ですね。ほら、余裕という発言が出ました。まずは、ジャンプショットからの挑戦になります。さあ見事成功なるか、はいはい、おっと簡単に成功させてしまいました。素晴らしい。さあ続いて縦バンクの挑戦になります。1球目の挑戦成功なるか。おーっと惜しい。さあプロの縦バンク2球目いった。おーっと成功です。素晴らしい。続いては押し抜きダブルインへの挑戦です。プロ1球目の挑戦です。球切れ日本一の実力なるか。おっと不思議な動きをしました。今を入れることができるか。2球目の挑戦。おお見事、素晴らしい。おお天のさらに難しい競技にさらに点で引く。おおっときた、惜しい。球切れ日本一。おっとここで球ミス。3球目の挑戦になります。さあ1球目であんな挑戦をしたことがよかったと。おっとずれた。さあ続いて押しのトリプルイン、未だ成功者はいない。さあユヤマプロの1球目。おっと変更なるか。おーっと2球目まで入りました。ユヤマプロ最後の1球いけるか。わー残念。続いて引きのトリプルイン、こちらはですね、こちらも成功者がまだいない。1球目球切れのユヤマいけるか。あーっと球切れの意地を見せるか。トリプルイン、あっと1番が入らない。1球目の挑戦。おっと球切れを見せました。爪痕を残せたから、ロングのコンビになります。さあここは球切れをかけない正確さが思う。ロングのコンビ。おっと8番に当たりもしない。これは球切れがないと。2球目の挑戦。おっとなかなかこれは苦戦してますね。丁寧に厚みを見てすぐいけるか。あーっと外れてしまった。さあ奥のコーナーを狙って1番が進むか。おーっと向かった。おー素晴らしい。初めての成功者が出ました。ブレイクエイト。